レバレッジドバイアウトと自身のジャンク債を担保に負債を調達し、買収した企業の資産の売却や事業の改善などを買収後に行うことによって、キャッシュフローを増加させることで負債を返済していく M&A 手法である。少ない自己資本で相対的に大きな資本の企業を買収できることから、テコの作用になぞらえて、レバレッジドバイアウトと呼ばれる。また、 こうした M&A に対する金融をデワレッジ・ド・ファイナンスと呼ぶ。株式、再建量市場が行き詰まった1970年代にアメリカで発祥したと言われる。キャッシュマネジメントの前提となるマネーマーケットファンドはこの頃中小企業に普及したのである。1980年代にドレクセルバーナム・ランベールのマイケル・ミルケンがジャンク債を発行する企業とそれを買う。 投資会社の参加、離脱に年中無休で便宜を図り、ドレクセルが買収対象となる企業の株式をあらかじめ仕入れて利益を貪った。このドレクセル自身もアグレッシブにレバレッジドバイアウトを繰り返した。1962年に米国バージニア州リッチモンドのアルベマールペーパーマニファクチャリングカンパニーが2億米ドルを調達し、エチルコーポレーションを買収した。 エジルコーポレーションはアルベマールの13倍の規模だった。この取引は当時過去最大の老房だった。この製紙会社は2004年にアクゾノーベルの触媒産業部門を買収した。1988年、ドレクセルと密接なファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツが記録を塗り替えた。KKR が総額300億ドル超、負債の調達比率8割で、 RJR ナビスコを買収したのである。日本ではソフトバンクによるボーダフォン日本法人の買収が過去最大で、買収総額1兆7000億円のうち半分強に当たる1兆円を老婆により調達した。この他にも総額2000億円以上のリップルウッドによる日本テレコムの買収、カーライルによる DDI ポケットの買収などが挙げられる。他にも 中堅電機機器メーカー、川崎電機がソフトバンクインベストメント参加にあるファンドの支援を受けた時もこの手法を採用した。映画、プリティウーマンではリチャード・ギア演じる実業家が造船会社を買収して買収先の資産を売却して利益を得ようと老婆を仕掛けている。上演された1990年までには 老房が老祖と労働者の生活をぶち壊すものとして社会問題化していた。同じく映画、摩天皇は笑い色にでは冒頭でマイケル・ J ・フォックス演じる主人公が就職したニューヨークの企業が老働を仕掛けられ出社1日目で解雇されてしまうところから物語が始まる。アワーヒストリー同社は 2004年11月にはジャスナックへの再上場を果たすまでに至った。ありがとうございます。